こんばんは。今週も金曜日の定例配信を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。毎週の通り、21時過ぎぐらいですかね、目処にして、プチ大会、ミニ大会ですね、不思議な細道、今週も予定しております。それまでは、お楽しみください。では今週もよろしくお願いいたします。Come on!
Yeah!
Cyclone! 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 Cyclone!
Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom!
Thank you.
Yeah!
Oh!
はい、では本日も、第62回四季の細道、2018年2月2日ということで節分の日、第1試合、HP 側破天荒さん、破天荒さん、龍、そうですね、鉄分は2月3日の明日ですね。で、次側、あれセロワーバイソンですね、これは。外野手見てからクレイジー余裕でしたと。立ち台足ですからね。はい、1本目は、セローテクターの、バイソン。さん勝利、続け、あれ、草さんですね。はい、2人目は、草さん、本田ですね。ジャックパンで止めれるんじゃないかと。おっと画面がちょっとガクついてしまったが、クレイジーガードしてお釣りがないが、もう少しと続きがいって、おっとゼロとバイソン側がゼロと追い詰められた。おっと鬼武装だが、おっ仕込み大銀杏が入っていた。すごい試合だ。
朝に心一体おっと下段下段オアに頭突きが刺さる。バンバン頭突きを出していきますね草さん。おっと起き上がりオアにも容赦なく百裂走。あかっ2本目はセロテープさん、3本目はお互いもう打撃の応酬ですね。おっと大いちょう着地大いちょう、おっ若干をヘッドで落とした。距離が空いて、おっヘッド起き上がりヘッドガードアントビガードからの100巻ですね。あ失礼しました、大いちょうですね。草本田勝利の、お茶丸さん、お茶丸さんは1キャラ目はチュンリー。ほぼ大幅チュンリー有利なはずなんですけど、ちょっと僕やり方がわからないんで本題勝ったことがないですね。打線残機のようにはいかないのではないのか。本田の方が何よりですね、機動力あるということで似てるようなやり方だとは思うんですけど、気候を打って飛ばして落とすみたいな。ただ本田の方が圧倒的に機動力が高いので距離を詰められてしまう。もうあれですね、町の体制でも時間的には行ってしまう、行くしかない準備は行ってしまった。続いて2本目ドスコイが刺さる。百裂もおっと大いちょうピヨってしまった。大いちょう百貫でピヨってしまう。続いて草さん勝利で達夫さん、達夫さんは選ぶのは龍。かなり久しぶりですが大丈夫でしょうか。ブランクは龍本田なんで頑張ればいける。やることが全部裏目に出てしまう。おっと着地昇竜百貫を誘った。お見事ジャンプ中パンチ竜巻でめくって、お真空百貫で抜けられてしまう。しかしうわカラジャンプ追いちょう、これは読まれていた。長官の100巻だいぶ怖いですからね、食らったらピヨっちゃいますからね。おっさんちょっとで起こされる。草さんはだいぶ接近戦仕掛けていきますね。さあ本田勝利の、続いてカーシムさん、はい、続いてスピガーカシムさんの DJ ですね。はい、エントリーがザンギ DJ ザンギだったので助かりましたね。ホンダは厳しい。エアスラが見切れてもジャックが刺さる。強いジャンプジャックパンチが強い。おっとジャックをすかした。おっとしかしソバットカンニバルがあった。1回は逃げれた。最後はジャンプジャックパンチ、
はい。お、ジャックパン当ててからの掴み。しかしマシンガン、うまいことガードしていた。まさかのジャックキック、しゃがみジャックキックからのハリケーン。ツーヒット、あんな技もあるんですね。おっと、大いちょう、ビヨってしまう。最後は削り、草ホンダ勝利で、続いて2S 流。お、流行ってんすかね S 流最近。これ完全にホンダフリーですよね。そうですね、スーさんの S ですね。 S 流の S はそうなんですか。分かりにくい。しかしホンダ戦はやってないように見えるぞ、やってないように見えるぞ。昇竜で割るも、うん、バレている。これ多分 S 流の最大の武器波動拳を使うしかないと思うんですけど、はい、おっと画面端押し込まれてしまう。よって最後は鬼無双。はい、コメント来てまーす。クマチンテキサスから、あれこれテキサスからだから先週来ていただいた方ですかね。こんばんは。とあと X ゲーマーさん、 X ゲーマーさんいつもありがとうございます。はい、この方もしかしてクリスさんかな。クリスさんコメントいただいております。はい、草チュンリー勝利で、あーごめんなさい、草ホンダ勝利で、続いてモッツさん、ブランカ、これもブランカ厳しいんじゃないか。どうなんだどうなんだ、いやブランカの方が不利ですよね多分ですよね。近距離は大いちょうあるし、ドスコイはローリングに刺さっちゃうし、あげく百裂でゴリゴリ削られてしまうという。有利は噛むぐらいしかないですよね。玉蹴りが離れてしまう。これはもう防戦一方。ちょっとブランカ守るにはちょっと弱いキャラですからね、攻めキャラですからね。草さん勝利で、続いてエクスパーさん、あ、ちょっとクレジットが怪しいか。続いてエクスパー、エクスパー竜、当然オレンジカラー。エクスパーさんのこの色すごい俺好きなんですけどね、リッシーさんと、ちょっと僕この道具を着るにはまだ早いなって思っちゃうんですよね。寄ってしまった。そうですね。そうですね。そうですね。極限流の色ですからね。はい。極限流からで。そうですね。あっという間にエクスパーさんが押していたが、大いちょう、最後は大いちょうが決まる。ガード下が投げに行ったのか。近距離はやっぱホンダの方が強いですからね、いかに波動で稼ぐかですよね。ロケッティアが使ってしまう。おっと真空が刺さる、まさかの展開だ。さあホンダ読んでいたように怒ったか。あーっと我慢した、最後まで我慢した。さあ本田勝利。続いてシャルさん、シャル
ハルさんはダルさん1キャラ目はベガ選ぶはベガメガホンだ、はい、なぜか今日はホンダが有利な立ち位置に結構いる。そんなに上位のキャラではないはずなんですが、若干ホンダの方が有利なキャラ。ホンダ有利な組み合わせが続くのか。かなりホンダが1、2、3、4、5、6、6連勝、じゃあ7連勝ですね。さあ8連勝目を飾ることができるのか。サイコが刺さってしまうしかし今完全に横を見ていた気がしたが完全に画面を見てなかったように見えたが、草さん何があったんだ。シャルベガが1本取り返す。サイコ削りで、おっと落としてしまうか、投げられてしまう。おっとゲージがない、投げ返しが入った。おーっと以上です。ゲージがないベガにはきつい。逃げがない、おっとダブルインが見えていた。おっと一丁最後は削り、の着地が見えていたが大いちょうで、失礼しました。草ホンダ勝利で、続いてハクさん。ハクさんは1キャラ目キャミ、多分ですがホンダ有利。やはりというか、おっと投げる贅沢投げ、しかし受け身はバッチリ。うん、慎重になる、お互い慎重ですね。あっとしかし後ろから追い上、最後は削り。キャノンが出ていればってとこですね。キャノンかゲージあったんでしたっけ。スーパーゲージはちょっと見てなかったですね。ドライブはあれですかね、リバサで出る技なんですかね。そういう出ます、スピンドライブはリバサで出る。なるほど、ゲージはなかった。なるほど、じゃあ脱出可能、キャノンで脱出できた。大一丁からの、お攻撃しない、あえてそこでガード、おフリガン通した。しかし謎スパイラルが出てしまった。さあ今度は勝利。草ホンダが 1、2、3、4、5、6、7、8、9連勝。さあこの男は止めてくれるのか。ほぼ山本緑色の竜で開幕ドスコイガードから歩いて掴んで、裏から掴んで中盤で暴れて何度出したが、奪われたのは7割。ダイヤスタイク、さああれができれば、さあ昇竜拳、ガードからの大一丁、さあのしのし歩いてゴッツァンチョップ、画面端まで持っていって百列
さあ入れ替えて、昇竜拳頑張る、ノーボリガスカってごっつぁんチョップ10連勝。さあさんは今日は確か両方 S 流だった気が。さあメインキャラのガイルを封印しての S 流、これ読みが当たった形になるんですかね。ガイルでも十分本田には強いとは思うんですが、 S 流であればかなり盤石。めくりから掴んで、大一丁大一丁と、まずは1ラウンド、さあ昇竜拳打ってしまう、あの場合はダイヤスタイクがいい。さあちょっと落とし方がわからないので、割と本田が飛んで間合いが詰められている。逆に飛んでみたが裏落ちをつかまれて、そっからの3段。さあ11連勝、続いてロードさんですね。さあ今日結構竜率が高いんですが、ナミール竜がさあ本田の前に散っていってます。そしてこの男も竜、ロードさんの射流、おー一丁若干三段入れて、さあお一丁珍しくコンボを失敗したが、もはや寄せ。さあ破天荒さんがやられてしまうと、これ完全に一周しますね。このルールでたまに出るんですけど、一周すると卒業っていう。さあ破天荒さん、一周したら確か卒業っていうルールを昔こさえた気がするので、まあ破天荒さん自体は2周目なんですけど、昔ゆうべなさんとかやったことありましたかね。参加者全員1回ずつ倒して卒業っていうですね。やっぱレジェンドですからね、レジェンドプレイヤーの距離ですからね。草さんですか。はい、いやそうでも、え違うの、かなりそうでもない、違うの、俺の中ではレジェンドですよ。かなりあのスト2の長い歴史からすると新しい方のプレイヤ ー、なるほど。このゲームでレジェンドプレイヤーっていうと、やっぱダッシュぐらいからやってないとちょっと。あ、そうか、草さん若いですもんね、多分ね。そうですね、そうですね。あれ聞いた話によると、なんかスーパーファミコンのチャンピオンだとかいう話を。なるほど、はい。おっとビョっている、レインボーじゃなかったんですか。レインボーも強いですね。そうですね。さあ大一丁で終わってしまって、おっと草さん見事一周したので、一周したので卒業、卒業です、おめでとうございます。ありがとうございます。We'll be right back.
はい、仕切り直しで、草さんが卒業で、1試合目、1P がお茶丸さんのバルブ、2P がセロテツさんのザンギエフ。これはあれですよね、9-1、バルブが圧倒的有利な組み合わせです。からなんですね。おっと、表情で削っていたがだいぶ怪しくなってきたぞ。おっと、相打ち。おっと、ザンギが立った。まさかのザンギが立った。フライ投げで逃げた。力爪だけしか出していないが、おっと裏に回って当て投げ。出れるキャラはいないんだよ。あれ今日そういえばあれですよ、合計エントリーいないんでしょ。合計エントリー、なるほど、今日はいないですね、バルログに有利つけれるキャラは。と言ってる間にだいぶ削られてしまう。おっと最後はテラーが出た。お茶丸バルログ勝利。マルバルログ勝利で、続いてタトさん龍。これは厳しい。ちょっとなぜか失敗する。厳しい。着地を投げられてしまうが、あっとピヨってしまう。そしてなぜか中央スが出ていた。なぜか中央スが出ていた。お茶丸バルログ勝利。続いてカーシムさん。あ、続いてあれですね、途中参加グッチさん。はい、グッチバイソン、ここでグッチバイソン、お茶丸バルログ誤参加、まさかのグッチバイソン。おお、ピヨってしまう。あれ受け身がないぞ。どうしたんだグッチさん。おっとローリングがさすがに見ていた。ヘッドで落とすが、なんと扉がゼロドットだったのか。テラーで削り、お露骨に投げに行く。ヘッドで落とされる。飛ぶとヘッドで落とされる。バルログの票はバイソンは逃げる術が結構ある。うん、大パンチ体育相打ち OK という、尿意棒ですね、いわゆる。結
構根元まで攻撃判定あるんですね、今の見てると。お、ゴチゴチいく着地をテラおっと、タンパを爪で重ねれなかったが、ヘッドで落としていく。サイが大足、大パンチだが大足、グッチバイソン勝利。続いてカワシムザンギ、はい、そうですね、知ってます。はい、行きました。おっと、グッチバイソン勝利。一本ですね、まだ一本、すいません、先ほどすいません、ちょっと勘違いしてしまいましたが、ピヨッターとのバルログの投げは受け身が取れないということでね、ご指摘いただきまして訂正いたします。失礼いたしました。お、意外とこの勝負いい勝負すると言われているが、バイソンが押している。最後はニョイボー、グッチバイソン勝利。続いてスーさん選ぶのは当然メインキャラダルシム。おヘッドでファイヤーを踏んでしまう。ダルシムとしてはファイヤーモードで近寄らせたくはない、そう組み合わせですね。やはりバイソンの近距離は怖い。バイソンオアがあるんで遠距離も怖いですけどね。おっと完全対応かと思われたかった、でかいタンパを食らってしまった。危ないところだった。ここには進んだらしい。お、強引に距離を詰められてしまう。お、ちゃんとガードしている。しかしドリルをゴチゴチ、妖精か。相打ちでも厳しい体力になってしまう。グラウンド食らってしまう。ちょっとでかいタンパが入ったか。力最後はクレイジー、あれは逃げがない、グッチバイソン勝利の、モスブランカ、モスブランカ厳しい組み合わせが続く。ウォンダーバイソンと、まあキャラ的に有利なキャラの方が少ないが、紙いけた、見事にかめたが、この体力差は厳しい。ブランカとしては攻めたいところだが、攻めたいところだが、ステップを使ってうまいことかくらんしていくしかないのか、ミートステップしかないように思えるが、
おっと、タンパが入ってしまう。お、電撃がごちゃったところに電撃が、しかしクレイジータイク、グッチバイソン勝利でエクスパされてしまう。ウチさんガードからの掴みがうまいですね。さっきザンビエも高めの膝とかもガードして全部掴み返したから。おー、なるほど、溜めながら掴んでるんですかね、やっぱり。そうですかね、ヘッドとも自動2段とかにしてたら結構もう立ちガードしてるからそれはないの。おっ、半端にうまいこと竜巻合わせていくが、やはり竜には厳しいのか。クレイジーをガードしてしまう、割れなかった。グッチバイさん勝利。まだしもシャルベガ、それさん今日2キャラともベガですね。シャルバイさん対グッチ、あ、失礼いたしました、シャルベガ対グッチバイソン相打ち。これどうなんすかね、やっぱバイソン有利ですかね。どうなんですかね、でもなんかこれ多分いい勝負とかベガ有利とか言うとベガ使いに怒られそうなイメージがあるので、あの有利不利の話してるときは、あの例えばこういうときだったらバイソンがフリーとか言ったら、ゆうべがさんやトモザさんがどういう顔するかなって想像するとなんか怒ってそうだな、じゃあやっぱりベガフリなのかなみたいな、そういうってふっとこうですよ、ね、そういう推論で。そこまででも空気読めないですからね、僕もね。マジですか。まだまだ気が浅いものです。1本目はシャルベガ、バイソン有利って言ってもね、バイソン使い怒んなそうだけど、ベガ有利って言ったらベガ使い怒りそうなイメージがあるから、そういう時はやっぱりそういう時です、ね、あの空気読んで、やっぱバイソン有利じゃないですかねって言っとけば、大体丸子様。なるほど、これは大人のやり方です。素晴らしいです。また大人として一歩学ばせてもらいました。おっと、日本勝利。ちょっと目を離した隙にシャルベガ勝利で、続いてハクさん。ハクさんは、2キャラ目もキャミー。ベガキャミーはどうなんだ、組み合わせ的にはちょっとわからないが、お互いに攻めがだいぶ強引ではない。最後は削りの相手目だ。おっと、食らってしまう。しかしピオラなかったな、ラッキー。スパイラルが地味に削っていく。さあ、バットはちょっとあんな逃げ方が、オーバーで逃げられてしまう。
わーっとフーリガン落とされた。今渾身のフーリガンでしたね、多分。そうですね。あ、フーリガンが入って表裏で勝てるかどうかといったところでしたが、ラウンド1。さあ続いて大場山本さんのチュンリー、ラウンド1ファイト。まずはゲージためから、さあ、1ラウンド目は山本さんが取って、2ラウンド目はおっと受け身が取れない状態で投げ、ガードから、さあシャトルさっきからなんか投げようとしてる風なんですが、ちょっと間合いが遠いか。変な蹴りからさあ貢献、垂直大パンチ、中足オーラパンチ、ナイトメア。さあ体力追いつく、めくりは入ったが、さあ最後は投げ返し、勝ったのはシャルベガー。割と緩い式の細道、来た人は極力参加してもらうようにしてるんですけれども、今来たヌルポガさん、さあ慌てて1周目、これいいですよね、間に合わなかった方も救えるようなシステム。そうですね、順番よく分かんないけど、とりあえずニクレやってもらえれば。あっと今の上手いですね、カニに踏み込みダイヤ差し返し、いい動きはあったんですが、まずは1ラウンドのシャルさん最後当たって、あっと入ってピヨってしまう。 1,2,3,4 弱弱弱弱ですね。さあ今日はウネさんは両方とも S 流、投げて正面アットリから気持ちよく削って、さあ飛びはガードしているが、さあ勝利切り返す、怪しい竜巻から投げて、ダブルに、おっと中間で暴れている、さあ波動踏んでる、最後はサイコクラッシャー、昇竜2回、今度はウネ君がいい感じ、
投げて上り蹴り、さあ表裏リバサで何かが出ていた。あったのはシャルさんのベガ。さあエスケラシリーズまだ続きます。エスケン、エス流、そして皆さん大好きなスタートですね。アッパーか、投げてめり込む、さあピョって、はい、スライディングのめり込みのお釣りがちょっと安かったですかね。はい、開幕ピオル開幕ピオルですか。はい、素晴らしいですね。何が起きたのか。3段でピオって3段でダメージ入れて最後サイコ触ったら死んでいた。着地前にサイコ触ってましたよ。続いて草さん、草お金くださいという。さあ草チュンリーと、おっとピヨってしまう、踏んで、おヘッドプレスからの、なんだっけ、スカルダイバー的な名前の技ですね。見といた方がいいんじゃないですか。そうですね、チュンリーのメガ戦、はい、草さんあれですね、百裂キャラ好きなんですか。百裂キャラが好き、その説も泣きしまう。なるほど、あと戦列キャラが好きなんじゃないですか。戦列キャラはみんな好き。投げて投げて気になる、デビルリバースで拡大するか。さあガードもしないで、さあシャルさん慌てない、じっくりいってますね。さあ中盤、中盤で拾っていく、うまい。さあじっくり連絡使わせている、しかし投げがピヨってしまった。しかもピヨる、最後は投げですが、シャルさん今6勝で2位ですね。乱入したのはグッツさんのブランカ。開幕ジャンプダイパー当たって噛みついて半分減ってる。さあショーパンアンドリからバーチから落とされる。さあ9割5分、百裂、しかもバックジャンプから投げ、9割5分からでも取り返せる。さあ2ラウンド目は、噛みついて白熱暴れ、テンション出る。
攻で、さあ台形当たっても置いてある球に当たるようにできている。さあちょっと暴発っぽい、暴れている。バックステ出たんですが戦列の追いかけに追いつかれる。さあ続いてヌルッポガさんですね。これが2周目最後のプレイヤーになりますね。ルポガさんの S 剣、ちょっと歩いて波動で画面端まで追い詰めて、さあ今度は逆に剣が端投げて、テンション当たる、怪しい、見てから戦列。さあ弾踏まない、そしてテンションめくりくらっているが、さあチクチクチクで割ったのは草チンリー。さあここから先は草チュンリの連勝数を決めるためだけに我々は乱入し続けます。まずは破天荒さんの竜、さあおっとフォローが効いている、当たってしまう。今のお家がないってことは多分お家入らないってことなんでしょうね。さあ暗い投げ、さあいい当たる、さあどうする、と真空だが2回目の戦列、あの距離でも抜けられる。恵まれたキャラは1ラウンドで2回スパコンがたまるんですね。さあ投げが続けざまに入って、さあリューガーもゲージを貯めたい。ドンピシャで真空、あとは例のやつをもらわなければ。さあ例のやつを勝ったのは草純理、続いて自分ですね。はい、すいません、草チュンリー対セルテブザンギですね、ごめんなさい。
そうですね、はい。さあチュンリーが連勝数を伸ばしている。パーフェクト。お、しかしセロテープさんはチュンリー戦を得意としていると言っていますが、ここには絶賛できて、近寄れない。この組み合わせ結構厳しいですよね。うっかり踏み込むと中足が刺さる。おっと最後ジャンプ台形、続いて達夫さんなんですね。さん龍チュンリー頑張っていただきたい。おっと戦術を着地に合わせていく。アドロに中足が入る。ししるいり、難しい4文字熟語ですね。同じ人に2回伝達される、違うキャラで伝達されたらちょっとなかなかショックですよね。そうですね、もう優勝決定戦しなくていいんじゃないですか。シャルさんも、本田かチュンリーかって言われても別にどっちも嬉しくないんですよ。そうですよね、ベガなんて本田の方がまだマシぐらいの話でした。なんで今日バイソンじゃないですか。さあ、お茶丸さんですね。踏まれてしまう、続いてお茶丸さん。どちらでもいいのですが、3周目なんでどちらでもいいんですが、バルログ選択。おっとテラーじゃなかった、スカイハイが刺さる。テラーを踏まれてしまう。テンションで落とされた後が決め手がない。ハイクローは食らっても反撃ができる。おっと手前落ちから戦列を食らってしまう。草中に勝利。続いてカーシムさん。3周目ですよね。続いてカーシムさん、選ぶは、あ、DJ。画面を見てなかった。相手は本田と思い込み DJ を選択。心がチュンリーでびっくり。前列うまいこと逃げた。しかし捕まるのは時間の問題か。おっと中足がスラが出てしまう。高めを投げられてしまうが、3連続投げ、4連続投げ、君は取っていく。あっとピヨってしまった。ここは逃げられない。続いてスーさん。
さあチュンリー勝利で、続いてスーさん、スーさんは何を選ぶのか。3周目なのでどちらでも好きなキャラを選んでいただいて構わないです。エントリーした2キャラの中で好きな方をお願いします。お、迷わずメインキャラダルシム選択。これは飛ばれるとダルシムが辛い組み合わせだが、おっと背中剣で抜けたインフェルノ、お曲げに行ったが逆に折棺、スラで気候はくぐれなかった。あっと食らってしまう、おっと残ってしまった相打ちで。さあチュンリー勝利で、続いてモッサン、チュンリーブランカー、これも厳しい、ブランカーとしては厳しい。戦列うまいことガードできた、危なかったですね。戦列、そうなんですよね、このゲーム着地1フレ必ず猶予があるので、大芝居対空とかができてしまうというね、戦列を置かれてしまって、はい、なるほど、ここでハークキャミ、お意外といい勝負をしているではないか、結構押している、お最後は投げ、
秋神勝利、草チュンリー連勝ここでストップ。決勝はどうします？決勝は、シャル・ベガ対サ・ホンダということで、3立て、あ、失礼しました、3先お願いします。さあ決勝3先、1P 側がシャルベガ、2P 側が草ホンダ。シャルさんは草さんのチュンリーよりはホンダの方がまだいいと。ああ終わったと。しかしあれなんですよね、ベガにとってチュンリーとホンダはどっちが嫌なんですかね。チュンリーじゃないでしょうか。やっぱチュンリーなんですかね。はい、だと思います。ホンダも決して楽ではないですけど、どっちかといえばホンダを取る。そうですね、多分イメージ的にはホンダの方が嫌なイメージがあるんですけど、あの駒投げがあるっていうところが、ベガ側もリードして待っちゃえばホンダがダメージ取るのはそんなに楽ではないところが、あーなるほどなるほど、とか言っていても、お尻がでかい、でかいビッグヒップと、お尻がでかいと。なるほど、ま、1本目は、草ホンダ、はい、ドスコイが刺さるカニ、ダブル2で汚染、裏落ちだがドスコイで逃げていく。さあちゃんと割り込み方を知ってますね。百裂一発もらっても次割り込めば、さあ削る削る、削りにはこれこそナイトメアないとどうにもならなかったですよね。そうですね、一発でもらって次を割る方が安いのかな。うわやりたい放題、まずいぞ、分割でダメージもらって、もう一応で削る、あー鬼無双で削り、失礼いたしました。2本目も草本だ。さあさあこれで、いや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 、後期ダメですよ、シャルさん後期ダメですよ。いやなんか特別に許してもいいような気がしてきた。後期エントリーしてないですか。残念。許されない節分ですが、そうそう節分明日ですよ、2月3日。そうですね、はい、次は外、はい、そうそうなんです。おカラーを変えてきたわ。これ何かの間違いでシャルさんが敗れてしまうとですね、なんと今日草本田に勝った男はいないことになってしまうんですよね。世界最強の男、ね、あ、四季最強の男、こちらにいないですよね。そうですね、全勝ですか。卒業で抜けてもらっただけだから。そうですね、後から来たメルコガさんとグッチさん、グッチさんが負けてないだけですね。さあラウンドは取りたい。さあ寄せ、あー削られてしまう。シャルさんの表情が
先にリーチをかけた草本だ。相打ち、リーチも何もって感じですよね。そうですね、ちょっと試合が一方的すぎますよね。このまま200レシが刺さる。とりあえず一発くらいから最速でコンボが、おっとおっと抜けた。ユーソン2ヒット抜けた。安く済んだといえば、投げて草さん、鬼武装当てるのうまいですね。さあ、いい打ちで、いい打ちで、さあ、本田勝利、おめでとうございます。おめでとうございます。一言もらえます？はい、おめでとうございます。一言お願いします。あ、どうも。あ、これ声入ってんですか？はい、店内あんまりですけど、はいはい、ヘッド乗ってます。なんかすいませんでした。いいえ、本当ありがとうございます。前もちょっと確かホンダチュンリーで出て、はい、僕本当はチュンリー使いなんですけど、あれメインチュンリーなんですね。チュンリー使いなんですよね。前回もホンダで、あ、そうなんですね。2回連続ホンダで、チュンリーでの優勝を卒業してないんで、ないということね。次こそはチュンリーで勝ちたいんで頑張りますよ、はい、次回もしあれでしたらエントリーチュンリーでも構わないですよ。まあなんかさすがに空気読めって言われそうです。いや見事な。次は S ホンダチュンリーとかにします。 S ホンダ、はい、ありがとうございました。いやありがとうございました。優勝した草ホンダさんでした。ございます。おめでとうございます。なんかありますか、はい、え明日は節分。明日は節分、はい。じゃあ余ったクレジットで鬼退治もします。いや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 、その投げ銭的なやつですよね。そうですね。じゃあまあとりあえずあとはのじ合いということで。そうですね、はい。あ、そうそう、なんかヌルポガ君が今日基盤持ってきてくれて、はい、またデートなしき常駐の基盤が1枚増えたっぽいんで。お、なるほど、はい、あれ家で家でなんかね、お家が片付けが落ち着くまで、はいはいはい、あ、出張ということで、はい、なるほど。なのでありがとうございますヌルポガさん、ね、はい。じゃあまあの試合で、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、よっ。
ー